モデルの蜂谷亜美が、16日放送の日本テレビ系トークバラエティ番組、踊る。さんま御殿、毎週火曜8時に出演。昨年9月に結婚を発表した夫でお笑いコンビスピードワゴンの井戸田潤が起こした間違いに驚いたというエピソードを明かした。蜂谷亜美、井戸田潤に誕生日間違えられたエピソード。夫の井戸田に毎年自分の誕生日を忘れられていると話を切り出した蜂谷。私4月が誕生日なんですど、9月くらいに、井戸田から、もうすぐ誕生日だよね、って言われて、と約半年遅れで誕生日の話題が出たというエピソードを告白。なぜ9月なのか不思議に思った蜂谷は、私が、って反応したら、やばい、って顔して。察するじゃないですか。調べたら、9月は前の奥様の誕生日だったんですよ、と衝撃の事実を明かし、思わずスタジオから驚嘆の声が上がった。蜂谷は、お付き合いして3、4年経ってる時にそれを言われて、それくらい経ってるのにまだ前の記憶を持ってきちゃうんだと思って、と蜂谷自身も驚いた様子だった。蜂谷亜美、寝室に入るときは2人で手をつないでまた、普段の夫の様子を語る場面も。井戸田とイチャイチャすることもあるという蜂谷は、リビングから寝室に移動するときは勝手に移動したらいけない、というルールがあるのだそう。蜂谷は、黙って先に寝ようとすると、裏切り行為じゃん、って言われます、と語り、寝室には必ず2人で手をつないで入ると明かした。蜂谷亜美、手が汚れる料理は食べさせているさらに、井戸田は手が汚れることがとにかく嫌いだと言い、手が汚れる食べ物を出すとテンションが下がっちゃう、と口にした蜂谷。私は手羽先とか手羽元とか骨付きのお肉が、揚げても焼いても煮ても美味しいので好きなんですけど、井戸田は、料理に出すと手が汚れるから、なんか食欲なくなっちゃう。私もせっかく美味しくできたものを食べてほしいんで、私が食べさせてます。と手が汚れる料理はなんと蜂谷が食べさせていると明かし、スタジオを驚かせていた。